どうもこんにちは、なっちでございます。奥町チャレンジ来てしまいました。来る前に強調クリアするとか言っときながら先に来てしまいました。いやね、正直ね、この枠が更新されないと厳しいよ止まってるよ。正直なんかウェイの方向に行っちゃってるけどさ、最近このヒーラー枠ね、改善されないと貴族性止まってますよねって思うんですけど、どうですか。はい、ということでとりあえず行ってみようかなと思います。で、まさかの超重力かつ超高度と、もう最近のギミック詰め合わせみたいな感じですね。トゲとかもあんのかな、ありそうですね。行ってみたいと思います。なんかあの極ルビードラゴンとか落ちるみたいな、あれはなんか背景やば。ちょっと待って、こいつら嫌な予感。 BGM どうした、 BGM どうしたこれなんかえらい平和じゃないか。なんかソニックみたいな感じがするんだけど。で、いきなり吸収ですか。そうですか、マリエルをまあ使えばいいんだけど、どうマリエル、そうかそうかそうか、ノーチラスの変身が犠牲なのね。これここ威嚇だな、間違いない、威嚇だ。何がどうなったんだっけ。この前協調やって編成変わったんですよ。ここにアレキサンダー27、まあ、たまらんくはないか、たまらんくはなくて、でこうすると雲が消えてノーチラスか。もうこれ、これ本当につけたい非常に悔しい。いやー微妙、もなんかもっといい武器ないの、バインド稼ぎながら雲稼げるやつ。あ、これつけとったのに消えたのか、覚醒が増えて消えたのか。お前実はこれ裏で使ってんじゃないのって言われそうだから、これ売っときますねこんなやついる、ガチャドラ売るやついる。せめて合成するべきだった、多少経験値うまいんじゃないやつ。いやそんなことねえか。さ、もう一度行きましょう。あ、いますね、やっぱりこいつらがなんか追加されたみたいですね。いやこれいる、間違えた、ガチャの確率がどんなもんかわからんけどさ、なんだっけ、200何周かしないといけないんでしょ、やってらんないっすよ。200周じゃないわ、400周500周、それぞれ99だから495周かな。なんでこの BGM 明るいんだろうね。でなんですけど、マリエル使いたいんだけど、まあでもそれは後でもいいか。ノーチラス変身させて一旦耐えるしかないと。大丈夫なのかな、回復力足りんようであれば有利も検討します。まあそもそも勝てると思ってないんですけどね、言ってしまうと。落ち込んやば、ここまあ激減もあるから一旦耐えることができる。威嚇ぶち込んじゃう。でマリエルのこれがたまる。で4ターン後でしょ、あーギリ動いちゃうのか。もう1ぐらいスキボ欲しかったっすねこれ。たださ、1体残ったとこでさ、どうせ火力上がるとかでしょ、なんかバー率が出ちゃって、ここ一回殴ってもいいと思うんだ。よくないわ。マリエルこの次の次だからダメだ。さあ、激減消えましたが、耐えることは可能でしょうか。まあ、意外と意外と。全員闇属性。で、マリル。マリルして、もう張る、でも使っちゃう。いやーもう一旦耐えるべきだったんかな。でも回復もちょっと怖いよね。ノーチラスも使っとこう。うわ、そこかよ。でどうせ一体残ってうんたらかんたらしよう。ほら混沌の解放、混沌だったかな。
もうおなじみのね、ある意味予想しやすいよね、このゲームね。どうせそうなるんやろうなっていう。さあ、どっこいしょ。やりました、一回突破です。確かな一歩です、これは。ね、待って、また吸収いるんだけど。おいおい、これやばいんちゃうか？おお、やばいな。それもやばいな。また軽減ループ消えるやつやん、これ。もう、ラファエルとかいうやつ。どうしてくれんの？で、倍率をパリンで出してはいけない、これ。いや、無効管組まなきゃいいのか。無効管を組むと多分、真ん中と右が吹っ飛んで、左が混沌の解放して、終了です。おい、イビルスラッシュ、あれ、イビルスラッシュが単発だ。イビルスラッシュといえばね、多くのパズドラが散っていった技かと思うんですけど、これもうちょっと稼ぐべきだと思うよ。ただまあ、単性発狂の準備されてからじゃ、遅いんだよな。こいつだからね、バインド食らってイビルスラッシュで負けていったプレイヤーね、数多くいると思います。そろそろ使っとこうか。マリっとこうか。のちって、マリって、で、ここもう一旦耐えないといけないから、パリンしても大丈夫やろ。今んとこ回復力追いついてますね。あ、今回復上がってんのか。じゃあ追いついてるとも言えないかもしれん。45万。まあ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 、回復ダウン食らわなければって感じか。さすがはノーチラスさん。はい、倒します。倒しますとか言ったけど、耐える可能性もあるんだよな。全然。ゼロでもないんだよな。ただまあ、最近のこの難しい系の、難しい系とか、称号チャレンジ。今ね、貴族性、こう、バランスが取れてるというか、まだね、時代に追いつ、何こいつら。何こいつら。もう一旦稼げばよかったってこと？軽減ループで受けれたかな、今の。腹立つ。腹立ちます。遠いんやって、あそこまで。たった3回なんだよ。たった3回なんだけど、遠いんですよ、あそこまで。分かってくれ、このゲーム。のんびりしよっか。寿命がね、僕の寿命が200年ぐらいあったらね、これもね、気楽に捉えることができるんですけど。まあ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 。なんか死んだやん。なんとこのパーティー、リーベの変換で木が6個ないと負けです。絶対さ、なんかあるって思うと、スキブ稼ぎつつ雲から絨毯稼げる武器ないの？バインドつけて。それがあったら一旦解決できそうなんだけど。のんびりしよっか。いや、これもね、ガチドラ武器が使えたらね、全て解決なんですよ。調べたけどガチャドラしかないみたいです。つまり軽く積んでる。十字捨てるわけにもいかんやろ。だる。だる。いろいろだるいわ。これもう超高度っていうかさ、別の星行ってるよね。このゲームがさ、そもそも地球を舞台にしてんのかわかんないけどさ、我々の世界でいう火星かなんかに行ってるよね。そこまで行くとさ、超高度もクソもないと思うんだけどな。そもそも死亡なんだけどな。やった。やっと挑戦権を得ました。くくり姫は、デーモンのフロアまで使ってはいけない。そういうことやな。そういうことであっとるな。エイスト、エイストぶち込みの、ノージラスを取っとく必要も特になさそうだったので、倍率が出て、まあ一応耐久力アップを兼ねてここはこうしておきましょう。
危なよう間に合ったな。危ねえ、なんか火属性いっぱいおったわ。ちょっと怖いね。でラファエル使ってからのくぐり姫ね。マリエル大忙しですよこれ。でも早速さ、あいつと相性いいんじゃない、あの新仮面ライダー吸収痕だけあるんだったらね。まあ、変身できればの話ですが、リターン吸収無効、早速ねここで行きそうな感じがしますよ。でウェイはウェイでパーツ揃ってないんだよな結局。チョッパーまでとは言わんからさ、チョッパーっぽいキャラクター出してくれん具体例を挙げるわ、チョッパーっぽいキャラクター出してくれん。捨ても高えし、スキルもなんか軽いし、やってることの割には。で覚醒も優秀と、羨ましいですね。また火属性2人おりやんけ、色変われよお前ら。チョッパーっぽいキャラが出ればね、無効貫通でもウェイでも使えますから、それで解決なんですけど。色変わってよ頼むよ、真ん中変わらず。まあでもこんだけ光があるんだったら攻めない理由はありません。あとは全回復ちゃんとしておけよっていう。まあさすがに全回復するっしょ、四つ消しなしでも。さすがにね、まずいか、十字間に合う、真ん中も倒せる。で受け入れるのかな、16万しかないよ。あギリギリ受けれました。こいつら本当にさ、あの神シリーズのさミニチュアみたいで、ちょっと恐怖すら覚えるてかまた吸収いるんだけど、なんやこのダンジョン。ただ珍しく一旦目で突破できそうですね。真ん中とかもろテティスだもんね、左ももろアストレアだもんね。倒せる、いいよ、行けるとこまで行ってみよう。懐かしいキャラクター来ました、フィレムさん。おいやめろよ、光ないし消されたんか。いやなんすよね。でもバルと違って回復ダウンがないだけマシ。マシと捉える。四つ消ししたかったなこれ。ほ回復の焦げし。でちゃんと超魂がある、もう一回やんなよ。怖っ、リフレクタービーム怖っ。あれだ、えやばいよ、またマリちゃんタイムだよこれ。リフレクタービームさ、今与えてきたダメージの倍にして与えるとかやってきたらやばいよね。40億とか80億が飛び交ってくる。痛い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 、これで許して。こういう時もアリエル優秀っすよね、本当に。もうマリちゃんは落ち込みもすごい、ノーズラスも頑張っている。いいよ、ワイド頑張ってるよ。誰誰、間違いね、あれかなんだっけ、いやー汚ね、なんだっけ、もう何シリーズかも名前出てこないんだけど、式神にいる人かな。回復ねえけど大丈夫、一旦耐えようとするよ。いやお邪魔落ちすぎでは、一旦でよかったなそれ。あーなんかすごい嫌な予感、お前そればっかだこいつきっと。待って、毒その量降ってくるのまずくね。ここでなんとか決めたいところですね。毒2コンボしちゃった、大丈夫。超高度のね毒強いっすよ、シンプルに。落ち込んがやばいっすよ、やばいっすよ、やばいっすよこれきっと。一旦それに変えてもらって、あ死にました、ずる、えずる、あいつ最近なんか相手がやってくるドロリフなんなのかなと思ったら、そういうこと。
ああいう戦法もあるんやでっていう。ただあいつのために体勢つけたくないっすよね。一旦で切り替わるさ、まあワンパンすればお邪魔体勢だけでいいわけだし、あいつが火ってのがまずきついっすね。ならばきついっすね。むしろお邪魔の段階で無効感入れとくべきだった。それが反省点、とりあえず。はい、ということで、まあ、多分あがいても今んとこは勝てないんで、で、勝ってもいらないんですよ、こいつら。このダンジョンのメリットなんかあんまないんすよ。まあ、称号はもちろんもらえますけど、奥帳、すごいね、光ってます。別にさ、ファフニル困ってないしさ、ただ、この、何、竜玄門でいいの？こいつが多分ゴッドフェスから出るとプラスがついてくるんですよ。こいつの武器のプラスなしを僕ゲットしたい場合は495周最低しないといけないってこと。そんなモチベーションはないよ。いや、まあガチ勢の人はもしかするとね、1月とか2月でゲットして10コンボ武器ゲットだぜって言ってるかもしれないけど、まあ、仮にねエンジョイ勢が1年後とかにゲットして、多分この武器強くないよ、もう。まあ、この武器にも強化が入るんだったらいいけど、問題そこですよね。この武器じゃあゲットする頃息してるんですかっていう。普通になんかサイリア枠で月部マイナスなしの10コンボ武器とか出てそうで怖いのがね、現実。はい、というわけで僕はしばらくはちょっと強調クリア目標にね頑張っていきたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバイ。